Konnichiwa, Nihon no Miyasan, Takashi Dan desu. For those of you who don't speak Japanese, please skip ahead or please scroll below and there should be a link that says English version so you can click that or you can fast forward to roughly about 25 or 26, 27 minutes into the video then I'll do the English version from there. 一応英語バージョンもやってるので早送りもできます。多分26分か27分ぐらい。それともこの説明っていうところにあのリンクを押せば大体、そこから英語バージョンも発信できると思います。今日もビデオを見てくれてどうもありがとうございます。皆さん多分もうご存知だと思いますけど、あのこのチャンネルのフォーカスはほとんど金融、財政、のマーケット、政治、それと時々海外情報ですね。普通のメディアで取れない情報、他の YouTube チャンネルで取れない情報、なぜかというと海外でしか出てない情報は毎日様々あります。で、僕はアメリカ育ちなので、まあ、英語の方が、母語なので、英語は完璧に読めます。で、日本語はまあ大体読める、全部じゃないけど、だから日本語と英語のニュースを毎日比べて、時々日本に出てないニュースがよくあるので、それに対して皆さんにも教えていただきたればと、いただきたいと思います。すみません。で、あの先週話してたニュースの、まあ、一つが、オリンピック延期するかどうか。で、それは実際延期が発表された前に、数日前に僕はオリンピックは延期するっていうビデオを出しました。なぜかというと、海外のビデオ、すいません、海外のニュースが全然日本のニュースと違っていたんです。海外ではもうものすごく延期を押していたんです。で、その時は日本の政治は、政治家たちはまだ延期を発表していませんでした。で、まあコロナウイルスの情報もついて、特に海外で出ている情報はいつも日本に具体的には出てないので、そういう情報も時々出しています。あの実際僕の経験はほとんど投資家です。あの多分、新しい、なんて言うんだろう。もう登録してる人たちは多分聞きたくないと思いますけど、新しい登録者たちのためには一応ちょっとクイックに説明すると、僕はほとんど投資をしている人です。あの19歳の時、ウォールストリートに入って、26歳の時に自分のヘッジファンドを作り、それであの30歳の時にそのヘッジファンドを売却した人です。今34歳です。で、ほとんどまだ、毎日まだ、マーケットを読んで見ています。で、海外とかの情報をほとんど読んでいて、時々日本の情報も読んで比べようとしています、金融に対して。で、皆さんからコメント、毎日毎日何千ももらっていて、本当にありがとうございます。僕も YouTube をまだ始めてから2ヶ月ぐらいしか経っていなく、まだ完璧に慣れてなくて、本当に、まあ、感謝しています。日本の視聴者たちは本当に素晴らしいと思います。僕も海外の視聴、YouTuber とか友達に話してみると、これだけありがとうって言ってくれるの視聴者ってよく聞くんだけど、そちらは、ほとんどみんなコンプレインして、わがまま言ってるだけだよとか言って、やはり日本の視聴者で、違いますね。これほどありがとうって言ってくれる人が多いというのは、やはりここは日本がとても特別な社会と僕も認識しています。で、この頃いっぱい質問されているのが、これから日経平均をまた暴落を始めるかどうか、この暴落、ラウンド2が出るかどうか、先週ちょっと安定がありましたね、株式市場に。なので、これに対して僕はちょっと、5つの項目で説明したいと思います。僕は簡単に言いますと、短期的ですね、短期的に暴落はないと思います。で、5つの項目を説明する前に、一応もう一回、言っときますけど、毎日僕はいろんな視聴者たちから、時々コメントとか質問をされています。どうすればいいか、投資に対して、自分の投資に対して。で、それに答えるのは本当に、はっきり言って具体的に情報がいっぱい必要で、すごく僕、多分みんなこう言うんだけど、僕大体正直な人なので、はっきり言ってみんなの事情を答えることはできません。いくら頑張っても、いくら時間があっても、なぜかというと本当に必要な情報がいっぱいあるんです。まず一つは、あなたの経験レベルですね。完璧違います。プロレベルと初心者は。それと期間も違います。短期的でトレードしてるの、中期的、それともこれ長期的、完璧アドバイスが逆かもしれません。で、まあ、三つ目があなたの性格です。ものすごいリスクを取って寝れる性格もありますけど、すごくリスクに、ちょっと敏感な性格もあります。だからそれも、重要なんです。で、まあ、そうですね。その三つですね、多分一番重要で、で、四つ目は大体、まあ、その商品も大体知らなくちゃいけないけど、まあ、とにかく、それをちょっと一応皆さんにもちょっと、具体的に説明したかったり、無視してるわけではなく皆さんのコメント読んでますけど、やはり
全部その情報がないとちゃんとしたアドバイスはできません。なので自分でもちょっと判断が必要だと思います。で特に今のマーケット、よくみんな一番質問されているのは今 Do Nothing っていう僕はビデオをいつも出していましたね、過去にも。でナイフが下落しているときはタッチしない。でも僕が言ったのはナイフが下落しているときだけではなく、ナイフが転びかけて落ち着いたときに入るっても言いましたね。で一応警告したいんですけど、ナイフ下落しましたね、日経、これ週足のチャートなんですけど。で先週バンス回復がありましたね、バンスも激しかった。ナイフって地面に落ちるとき、最初にバンスするときが一番激しく転びますね。僕が言ったのはこの転びが落ち着くときに入るですね。まだ落ち着いてません。だから特にあなたが初心者レベル出したらまだ安全ではないと思います。本当にこれは経験と期間と商品と性格によりますけど、一応一般的なアドバイスもしたいと思いました。 OK、 今日の項目、なぜ日経平均は短期的にこの数日間でまた暴落をしないと僕は思うか、まあ、暴落というと、まあ、本当にもう 10% とか今の程度の暴落は過去の程度の暴落と違いますね。過去ではもう時々 2% とか 3% で暴落という定義を出している人が多いと思いましたけど、今の定義だと暴落はもう本当に 10% とか 20% になりますね。すっごい激しく動いているので、で僕は短期的に、すごく短期的、この数日間の間では暴落は、続かないと思います。でもこれは本当に数日間の間で、マーケットっていうのは本当に今激しく動いてて毎日情報が変わっているので、これは今のところで判断したものです。今日、今月曜日ですね。 OK、 じゃあ今日の5つの項目、まず1つちょっとまとめたいと思います。ラップアップ、今日今、アップデート、マーケットどうなってるか。2番目、No.2、日経のチャートの分析を皆さんにちょっと説明したいと思います。今どうなってるか。No.3、ドル円がどうなってるか、その分析を説明したいと思います。No.4、もう少しちょっと、まあ、中レベルの分析ですけど、大きな ETF、EWJ、日本の ETF、海外で取引されている一番大きい ETF、が、まあ、いい情報をあるので、そこに対しても日経平均につながる情報があるので、そこも説明したいと思います。で最後の情報がもう少し、まあ、アドバンストレベルかなですけど、それについて、まあ、これはポジショニングです。エクスチェンジが発表しているポジショニングを分析すると、僕は短期的に暴落はないと思います。なので、それが5つの項目です。All right. まず最初。何が起こったか、多分みんなもご存知ですけど、日経平均、日本のメインの株式市場、トピックスもあるけど、この1ヶ月ぐらいの間で 30%、まあ、最低の時はもう 34% ぐらい、急激に下がりました。で先週回復がありました。だいたい急激した、まあ、3分の1ぐらいを先週回復をしました。なぜ下がったか、まあ、みんな多分もうご存知だけど、ほとんどコロナウイルスの影響です。いろんなニュースが様々出てるけど、ほとんどこれはもう全部コロナウイルスにつながってます。なぜ先週回復があったか、まあ、いろんな情報があるんだけど、僕の直感ではただこれはポジショニングです。先週僕がこれから回復が短期的にあるって言った時、主な理由の一つは、10年移動平均を突き通っていた株式指数がすごく多かったからです。でこういう時に大体僕の経験では長期的な投資機関が入って買い始めるんです。長期的な投資機関は 10% とか 20% 下がっても買うっていう、まあ買うかもしれませんけど、まあ、違う分析を使ってますね。我々は普通の一般、まあ、なんて言うんだろう、中期的、それあすいません、短期的とか中期的に見ている人と比べると、すごく長期的に見ている投資機関は違う分析をしていて、僕の意見では、回復が始まった主な理由、まあ、もちろんさまざまな国でいろんな金融緩和とか経済政策も発表されていましたけど、多分最も一番の理由はポジショニングが限界になった、もう、この強制販売というか、売らなくちゃいけないというところがリミットに落ちて、まあ、そこから少し回復がありましたということだと思います。
OK。 2番目の今日の項目、日経平均をちょっと分析してみましょう。これが週足ですね。週足チャート、このオレンジの線は今日は5年移動平均を使っています。 OK。 ここが MACD です。皆さん MACD がご存知でなかったら、僕の過去の MACD の分析の仕方のビデオをぜひ見ていただければと思います。 MACD 何を示しているか、ここをよく見ると MACD 青い移動平均、もっと速い移動平均がオレンジのこのもう少し遅い移動平均を横切っています。2つとも上方向に。なのでもしかしたら中期的に回復は始まっているかもしれません。でもこの MACD は本当にどのシグナルとどの移動平均を使っているかによります。僕が使っているのは一応4、9と3なんですね。なのでその3つの数字によると今のところは、まあ、回復が、もしくは始まっているかもしれませんけど、これは本当にさっきも言ったようによりますね、数字によって。なので一応これが最初の理由です。日経平均は僕の、意見では短期的には暴落はないという、この理論はこの MACD がやっとここを突き通ったからですね。なのでこれが横切った時また急に 20% バーって下がるのは確率は僕は低いかなと思います。 OK。 次、ドル円ですね。ドル円もちょっと、分析したいと思います。ドル円この1ヶ月の間多分ドル円ですごく混乱していて、何がどうなっているかよくわからない人たちは多分すごく多いと思います。ドル円は本当に今複雑な状態で、いろんな人がちょっとコンフューズしていると思います。ドル円も一番最初は株式市場が暴落している時、数週間前に暴落をしました。でも素早く回復をして、で回復してから少しまた下がったけど、あんまり動いてません。これはなぜですか。僕もこれも前のビデオで言いましたけど、ドル不足の世界、現金不足の世界なんです。これは実際の僕もいろんな政治家たちの、なんて言うんだろう、表現とか聞いてるけどあんまり分かってないみたいですね。これはドル不足だけです。ドルがいいっていうわけではなく、ドルが強いっていうわけではなく、ドル不足。なぜかっていうと今現金不足、なぜかっていうと破産している人、倒産している人とか多いんですよ。これだけ株式市場が動いてる時、やっぱお金が必要になるんですよ。証券会社にお衣装マージンコールがあって、強制決済になる前に新しい現金を払わなくちゃいけない、アカウントに送らなくちゃいけないという現金が必要で、世界の準備通貨のナンバーワンはまだドルなんです。なのでドルが、ドルの需要が上がります。それだけです。あとはあんまり重要じゃないんです。ドルの需要が上がると、これは円に対してだけではなくドルの為替についてもその需要が上がります。なのでそれが理由でここでパッて上がったんです。でこれは日本円だけに対してではなく、ほとんど世界中の為替、ユーロとかスイスフランクとかもほとんどの為替について同じパターンがあったので、ドル円を見ても全然特別じゃないんです。で一応この情報を踏まえて、今はもう少し前と比べると安定した雰囲気です、ドル円は。でドル円は確かにこの数週間の間、このドル不足のせいで、すごく、まあ、なんていうの、サポートされてますね。ですけど、この30年間ぐらいの間では、ドル円は大体日経平均とつながりは強いです、長期的に。なぜかというと、日本の経済はやはりほとんどまだ、輸入に対して、まあ、依存している、企業が多いんですね。製造とか車会社とか、まあ、機械会社とか。なのでドル円が動くとやはり日経平均も同じ方向に動くのが多いんです。なので円安するときは日経が上がる、円高がするときが日経が下がる、これが大胆の相関率です。で今はまあ、この短期的な間、この数週間の間あんまりそういうふうに動いてないですけど、
大体歴史的にそうなんです。で、これがやはり次の理由です。今のドル円を見ると、これはかなり安定している。で、MACD はこれはなんか、突き通ったり突き通ってなくたり、なんか何回も何回も突き通っていると、MACD はあんまり使わない方がいいんです。これが MACD のなんかもう少し、深い分析なんですね。いつも突き通ったらその方向に行くってではなく、これはちょっと複雑な状態です。なので、ここのMACDはあんまり無視していい、まあ、ほとんど無視していいと僕は思います。なので、それがまあ2番目の理由ですね。あの日経平均は、この短期的に僕はまあ暴落、急にまあ 10%、20% この数日間で下がらないと思う理由は、ドル円が安定しているからです。OK、次、もう少し中レベルの分析なんですけど、EWJ っていうあの商品を皆さんに見せたいと思います。EWJ というのは一体何か ?EWJ というのは MSCI Japan Index Japan ETF ETF が知らない人たちは、まあ、はっきり言うと Google 検索してくださいそれをずっと説明するこのビデオは時間が足りないのででもまあ投資信託ですねで投資信託というのは大体あの工夫されているやり方が大きな株式指数と一緒に変動するようにあの作られているバスケットなんです。で、EWJ は海外では日本を示す一番大きな ETF です。なのでこれがすごく重要なんです。いろんな日本の ETF ありますね。トピックスに対して、日経に対して、いろんな ETF があります、世界中。でも EWJ がボリュームを見ると一番大きいんです。で、僕も何年も何年も EWJ を取引していて、まあ、なんていうの、DXJ というのもあるんですけど、DXJ が日本円に対しての ETF で、EWJ がドルに対して。なので、まあ、そこはあんまり具体的説明しないんですけど、とにかくボリュームが EWJ が一番大きい。なので、一番大きな、投資家たちは EWJ を買わなくちゃいけないんですよ。なぜかというと、ボリュームがすごくでかいから。で、EWJ を見ると、この EWJ、ドルで取引されてるんですね。一応それもちょっと注目したいんです。ETF の世界だと、本当に特に海外で取引してるとき、すごく注意しなくちゃいけないのは、どの為替でその ETF が作られてるか。それがすごく、まあ、ペイアテンションですね。とてもとても重要なので、そこに対しては皆さん、ぜひぜひ注視してください。この EWJ を見ると、まあ、まず一つは MACD は同じパターンですね。でもこれは、ノーサプライズ。全然びっくりじゃないですね。さっきの日経。EWJ っていうのはトピックスと大体同じように変動するように作られているんです。なので、さっきの日経の MACD とほぼ同じで、これは全然びっくりじゃないんです。でも僕が見せたいのは、ボリュームです。ボリュームっていうのは、まあ、どれだけの量が、取引してるか。で、ボリュームっていうのはすごく大事なんですね。で、読み方はもう本当にいっぱいある。It's like an art。いっぱいあるんだけど、このボリュームを見てください。やはり一番大きかったのが、これ週足なので、2月に一番最後の週に一番大きかったですね。だからだいたい1ヶ月前。で、そこから暴落は続きましたけど、ボリュームは下がってきた。ボリュームが安定してきた。これがすごく重要なんです。過去も見ると、これが11月、まあ、2018年、皆さん覚えてるかどうかは分かりませんけど、その時に株式市場も一応暴落していたんです。だいたい 20% ぐらい下がりました。で、その時のボリュームを見ると、だいたい同じようなパターンで、ボリュームが最初にピークして、そこからボリュームが下がり始める時に、回復がよくちょっと始まったんです。僕もこういうパターンは何回も何回も経験で見ています。ボリュームっていうのは、だいたい下がる時に一番激しく上がるんです、ね。みんなが売らなくちゃいけない、パニックっていう時。で、ボリュームがピークするとき、一番ボリュームが大きいとき、その後が大体安定が始まるっていうことを示しているんです。
でこれがすごくキーなんです。まあ、そのいつボリュームがピークかで、いつ安定が始まっているのか、それは実際判断で分析しなくちゃいけないんだけど、ここの EWJ を見ると、ボリュームは少し下がり始めています。この1週間の、あ、すみません、1ヶ月間の間。で、これは海外の投資家たちが安定を始めているっていうことなんです。日経と、まあ、なんて言うんだろう、トピックス。多分皆さんご存知じゃないんですけど、海外の方がまあ時々もっと重要なんですね。特にEWJ とかトピックスに対して、なぜかというとデータを見ると、まあ、この1ヶ月間ぐらいの間、一番大きな買っている機関、投資機関は BOJ、日銀で、海外の投資機関たちが売っているんです。これが、まあ、この暴落の間。なので、この海外の投資機関たちがこの売るっていうことをだんだん安定し始めてると、多分株価はそれほど暴落を短期的にしないっていうことも示しています。なので、これがもう少し難しい部分の分析なんですけど、とてもとても重要なんです。海外のインパクトはすごく大きいです。特に日本に対しては、で特に今は日本はドメスティック内部の機関たちはみんな売っています。買ってるのはほとんどもう BOJ だけですね、日銀で、海外の人たちもほとんど売っているんです。なのでこの海外のプレイヤー、大きな大きな投資機関たち、日本の投資機関よりもっとでかいんですね、海外の方が。でこの人たちが売るのをやめるっていう時にも安定は出ます。でこのボリュームを見ると EWJ では、まあ、ボリュームはもうピークしています、1ヶ月前に。なので少しは安定は来ているかもしれないということも示しています。 Alright、 最後の5つ目の点、今日ポジショニングです。もう少しちょっと難しい分析なんですけど、 Alright、 このチャート見えますか皆さん。このチャートは、いわゆる CFTC で、どうやって説明すればいいんでしょう。Traders Report ですね。これも Google 検索で見たら日本語でもっといい説明が出るかもしれませんけど、毎週毎週アメリカ市場では大きな市場ではその市場が発表しなくちゃいけないんですよ、ポジショニングで。で、ポジショニングを発表するときに、この発表をする人は誰かっていうことも一応定義があるんですよ。あなたはプロフェッショナルか、それともヘッジャーか、それともコマーシャルか、それとも誰か。で、まあ、大体定義のカテゴリーは決まっているんですよ。あんまりないんです。大体3つか4つしかない。で、この定義のカテゴリーで最も一番重要なのがスペキュラティブ。スペキュラティブっていうのはコマーシャルではなく、まあ、実際かけている人たちにですね、どこの方向に行くかどうか。コマーシャルっていうのは大体会社で、例えば日本円を輸入している会社なのでヘッジしなくちゃいけない、なので日本円を売るとか、そういう会社がいます。スペキュラティブの方は大体マクロファンド、ヘッジファンドとか、まあ、個人の人たち、大きな人たちも含まれている。例えば我々も含まれているかも、ちっちゃいけど。なのでこれのデータも見るのもすごく重要なんです。他のかけている人、方向にかけている人たちは何をやっているのか、どう考えているのか、すごく重要です。僕はこれはもう何年前からも見なさいって言われて、大体プロレベルの、まあ、ロールボールシティの人たちはもうみんな見てるんだけど、時々もう見られすぎてもう役に立たないんです。でも本当にこれはアートですね、いつ使うかいつ使わないかで、今の時期には暴落が激しい時には僕の経験では使ってもいいと思います。このポジショニングを見ると面白く、2018年すごく暴落、2018年の12月にすごく暴落があった時、ポジショニングがすごい下がりましたね。スペキュラティブのかけてる人たちはもちろん。で、まあ少しだけこの2019
19年の5月、6月ぐらいの間に少しだけ下がりもありましたね。だいたい 6、7%。その時にもやはりこれは下がりました。だいたい一緒に動くんです。で、回復する時にこれは上がった。面白いところ、日経平均がピークした時、まあ、なんていうの、今年の2月ぐらいの時、これはもう下がり始めていたんです。なので人はもう売り始めていたんです。で、皆さん覚えておくのは、ここは CFTC でレポートされているので、海外ですね、アメリカ。なので海外の人たちはもう売り始めていたんです。12月から、去年の12月から、もう売り始めていた。そこがすごく面白いと思います。日経平均が実際ピークしたのは、まあ、大体2月、1月なんだけど、海外の人たちはもう数ヶ月前から売っていた。で、僕が皆さんに見せたいところは、ここが急にまた上がったんです。先週発表されて、この CFTC。から海外の人たちが買い始めているんです。ここが重要です。海外の人たちはずっと売っていたんです。売って、BOJ、日銀が買っていた。急に買い始めたんです。ポジショニングがポジティブに変わったんです。ね、この青いところが、ネガティブで、ポジティブに変わったんですね。ネットポジションが。これがすごく重要です。海外の人たちが買い始めたということは、安定は少し世界中に日経平均に対して来たということを示しているかもしれません。これが僕の最後の、なぜ日経平均が短期的に暴落はしないという理由です。今日もビデオを見てくれてどうもありがとうございます。皆さんぜひまだ登録していなかったら僕の登録、チャンネルに登録をお願いします。これから英語バージョンを始めます。Alright. My name is Dan Takahashi. Thanks for watching my YouTube channel. This channel is mainly focused on investing, markets, sometimes politics, and sometimes international news, as sometimes I watch news and I read news both in English and in Japanese, and when there's a difference in the two, I try to talk about why there's a difference and try to interpret it. Today, what I want to talk about is the main stock index in Japan, which is the Nikkei stock index. And the Nikkei, which is similar to the Dow, which is price-weighted, meaning that it's calculated based on the weighting of the index is calculated based on the price, is one of the most popular indices used in Japan.And a question that I've been getting the last few weeks on my channel is, Dan, do you think the next round of, let's say, crash in the Nikkei index is about to happen? And I gathered a lot of data, and my quick answer is no, at least in the short term. And I want to talk about this in five main points. Number one, I want to talk about what happened in the markets in the last few weeks. In case you've been sleeping underneath a rock,Something called the coronavirus has happened, and yes, the world has been panicking. The Nikkei stock index has gone down about 30% over the last month or so. I'm trying to find the chart here. Oh, there it is. And last week, there was quite the recovery. So the Nikkei stock index fell about 34% at its low from the peak, and last week,It recovered roughly about 20% from this low, but this is based on a percentage basis. So the total amount that has been fallen, it's recovered about roughly 1/3 or so. Lots of reasons, lots of news coming out about government supporting, central bank supporting. My main thinking of why there was a recovery, it was just positioning. Positioning got too extreme, too much selling, and it came for a reverse. It happens when it happens. Nobody can predict exactly when. Okay.Today, number two, what I want to talk about, why I don't think the Nikkei is going to crash in the short term, the next few days, the MACD. The MACD and how to use it, please look this up on Google, but it's basically a moving average convergence and using two moving averages, exponential moving averages, and a signal line, it creates two lines. And then when these cross, sometimes it signals a change in direction ofthe product. Right here, this is a weekly chart, and I'm using 493 for the MACD moving average. The blue is crossing over the orange, indicating that there may be a recovery short term, so I think it's highly unlikely that we're going to see a crash in the Nikkei. Next, number three, the dollar yen. The dollar yen historically trades
similar with Japan. I'm sorry, with the Nikkei. As in, the dollar yen usually goes up when the Nikkei goes up and usually goes down when the Nikkei goes down. Why? Because Japan has historically been an export country, so it relies heavily on the currency. So when the currency is weaker, usually the economy does better. The dollar yen has been quite stable the last few weeks, mainly because there's been a shortage of yen, mainly because there's been a shortage of cash, mainly because, well, markets are going crazy, berserk, all over the place, so people are in need of cash. And because the dollar is still the world number one reserve currency, people have been going as to support to buying the dollar. And as a result, the dollar yen has also been stable. Now, this has also just been a short-term occurrence, but this should bode well for the Nikkei, and it should decrease the chance of the Nikkei suddenly dropping, let's say, 10 or 20% this next coming week, because the dollar yen has been stable. So that's my third point that I want to talk about today. Fourth point I want to talk about, a bit more advanced technical analysis, EWJ. EWJ, what is EWJ? EWJ is an ETF. ETF, exchange-traded fund, these are products created mainly to mimic a main stock index. EWJ is created to mimic the TOPIX index, which is very similar to the Nikkei, except it's stock market cap weighted instead of price weighted. Now, the EWJ, yes, the MACD is also turning, but this is no surprise because it's based on the TOPIX. Although the EWJ is denominated in the dollar, it's still turning, which indicates that there's probably not going to be a crash soon. What I really want to point out is the volume. The volume in EWJ actually peaked the week of February 24th, so the end of February, so about a month ago. And the volume has been going down. In my experience, when the volume peaks and then starts going down, it signals that there's stability coming as the panic selling is starting to go down. And when panic selling starts to go down, usually there's a small chance that there's going to be a next crash. Fifth and final reason, CFTC speculative positioning. On how to use this, please look this up on Google. But interestingly, the CFTC position has suddenly gone positive, meaning that at least among American or those reporting to the CFTC position traders, people are starting to buy the Nikkei instead of selling, which they've been selling for the past few months. So this is my last reason why I think that it's a very, very small chance that the Nikkei is going to crash 10 or 20% in the next week or so. Thanks for watching my YouTube channel. If you haven't subscribed, please do subscribe and tell your friends about the English version, because I'm still on the verge of trying to decide whether I should continue the English version or not. Thanks again and good night, and speak to you tomorrow.